皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。おい、霊夢。突然だけど、旧の体積の公式って知ってるか？本当に突然よね。確か、中学の時に覚えさせられたけど、身の上に心配 R3 乗とかで。お、よく覚えてたな。半径を R とすると、3分の 4×π×R の3乗だぜ。よく似たやつで球の表面積の公式っていうのもあったよね。4×π×R の2乗だな。あれが紛らわしくて、なおかつ、3分の4という意味不明な分数が出てきて、苦手だったわ。では、今回はそんな霊夢のために、球の体積の解説をするぜ。お願いします。球の体積は、中学校で円柱や円錐の体積をやった後に、いきなり、あの公式がセットで出てくるぜ。とにかく、覚えなさいとか、語呂合わせとかで覚えるか、半径 R のべき乗数に注目して覚え方を教える先生もいたのよね。表面積は R の2乗の方の公式で、体積は R の3乗の方の公式ってやつだよな。しかも、表面積の公式の出し方は、体積の公式に、R の3乗の3という数字をかけて、R の乗数を1引いて2にする、って教えられたこともあったな。表面積から体積の公式を出す場合は、その逆をやるのよね。まあ、中学生の時は、なんていうこじつけなんだろうと思ったけど、これは高校でやる微分積分の計算をやってることだったんだぜ。ああ、確かに、そうよね。でも、微分積分って高校でも苦手にしてる人多いから、中学生の授業で微分積分がなんて言われてもね。でも、微分積分がなかった時代に、どうやって球の体積なんて求めたのかね？初めて球の体積を求めたのは、歴史的には、シチリア島生まれの数学者アルキメデスと言われてるぜ。お風呂に入ってる時に、王冠の金の純度を見つけた人ね。アルキメデスの時代には微分積分はなかったけど、それに近いアイデアは分かっていて、古代の人たちも、面積やら体積を、計算しやすい小さい図形に分割して、答えを求めてたぜ。ちなみに積分っていうのは、こんな絵が教科書に書いてあって、縦に切った短冊状の図形の面積をかき集めて、全体の面積を求めることができるぜ。古代の人も同じことをやってたのね。さて、球の体積を求める前に、その準備として、円柱と円錐の体積は知ってるか？円柱の体積は底面の円の面積×高さで、円錐はその3分の1よね。お、わかってるな。ここでも、謎の3分の1という数字が出てくるのよね。この3分の1というのはな、四角錐を考えれば、簡単に説明がつくな。こんなサイコロ型の四角柱を持ってきて、そのど真ん中から、頂点に線を引いて、切り出してみる。すると、こんなようなピラミッド型の四角錐に分割できる。何個になると思う？サイコロは6個の目があるから、6個よね。そうだぜ。サイコロの体積は、A の3乗だから、1個のピラミッド型の四角錐の体積はその6分の1となる。そうね。ピラミッド型の四角錐の底面は A の2乗で、高さは2分の 1A だから、2分の 1A を高さ H とすると、この式は3分の 1× 底面 A2 乗×高さ H ということになる。おお、3分の1が出てきたよね。話を球の体積に戻すと、アルキメデスはこんなことを発見したぜ。こんな風に、球がすっぽり入る円柱と、その円柱に入る円錐があるとすると、球の体積、表面積は、いずれもその外接円柱の3分の2であること。球の外円を底面に持ち、球の半径と等しい高さを持つ円錐の4倍が球の体積である。むむ。球の半径を R とすると、円柱の底面は πR2 乗、高さは 2R になるぜ。すると、円柱の体積は 2πR3 乗、表面積は 6πR2 乗。それらを3分の2倍すると、確かになるね。下の方の命題だと、アルキメデスが言ってる円錐の体積は、3分の 1πR3 乗だから、確かに、4倍すると3分の 4πR3 乗だな。
そうね。アルキメデスは、実際、球や円錐をスライスして、そのスライスした立体やその時の断面積から、球の体積を出したとされてるので、まあ、現代の積分とほぼ同じことをやってるんだけどね。スライスするとどんなことがわかるかやってみるぜ。ワクワク。さっきの図の半球部分を使って、半球と逆さにした円錐と円柱を並べてみる。これを横にスライスしてくんだけど、スライスした一枚を考えてみる。ほいよ。横から見ると、こんな絵になって、高さ y のところで切ったところにできる円盤の半径を x とすると、三平方の定理から、x2 乗イコール r2 乗引く y の2乗。だから、球をスライスしたところにできる円の面積は、r2 乗引く y2 乗かける π だぜ。ふむふむ。逆さ円錐の方にできる円の直径は、この三角形が直角二等辺三角形になるから、半径は y となり、面積は π×y の2乗だぜ。ほほう。この半球の断面と、逆さ円錐の断面を足してみると、π×r2 乗だぜ。ふむ。この π×r2 乗って、半径 r の円の面積だから、円柱の断面積と等しいわけで。つまり、どこで切っても円柱と面積が同じってわけだ。マジでー。このスライスしたのを、めちゃめちゃ薄い円盤だと思えば、半球からできる円盤の体積と円錐からできる円盤の体積を足したものが、円柱からできる円盤の体積だぜ。その円盤を集めたものが、半球、円錐、円柱の体積だから、半球の体積と円錐の体積を足したものは、円柱の体積。むむ。円錐の体積は円柱の体積の3分の1だから、半球の体積は円柱の体積の2分の3になり、つまり、2分の 3πr3 乗。むむむ。これを2倍すれば球の体積になるから、球の体積は3分の 4πr3 乗だぜ。むむむ。これは確かに球の体積の式。さて、こんな偉大な発見をしたアルキメデスだが、彼が住んでいたシチリア島はローマとカルタゴの戦争に巻き込まれ、紀元前212年に、アルキメデスはローマ軍兵士に殺されてしまう。ローマの将軍マルケルスは、アルキメデスの評判を知っていて、アルキメデスを殺さないよう命令してたのよね。そう。アルキメデスの家にローマ兵が入ってきた時、彼は図形の問題に没頭するあまり、ローマ兵を無視してしまい、腹を立てた兵士に殺されてしまったぜ。はぁ、なんちゅう最後。アルキメデスの死を知ったマルケルスは、大いに悲しみ、彼の墓を作り、墓には球と円柱を刻んだという。例の、球の体積、表面積は、その外接円柱の3分の2っていうやつで、この図形を墓碑に刻むことは、生前からのアルキメデスの望みであったと言われているのよね。アルキメデスは、この研究結果を、よっぽど気に入っていたのだぜ。といったところで、この動画をお開きにします。よろしければ高評価チャンネル登録などいただけましたら大変励みになります。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。